美しいお姫様を探しに。待ってください、王子、王子。やれやれ、どうやら大変な旅になりそうです。ほら見てごらん、世界はこんなに美しい色と緑の花が咲いてる。でもいけません、心にひとつ決めなくちゃ。運命の花をきっと待ってて。どんな呪いも悲しみも解き明かす魔法のような真心で君を助けに行くよ。さあ進め、プリンセスのために僕が君の王子様さ。月より星より太陽よりも優しい花のように笑顔を咲かせよう。今君と。もしローズの話だと、月の国、星の国、太陽の国にはどんな願いでも叶える財宝があるそうです。探しに行こう。お姫様の呪いを解いて美しい笑顔を取り戻すんだ。お人よしすぎて王子、あなたは他の国の王子に騙されているかもしれない。だけど困ってたら放ってはおけないよ。胸が潰れそうになるんだ。そう、競争よりもお姫様が助かるなら一番大切なことはそう、宝石力じゃない、心から向き合うこと。どうかローズと仲直りを。世界中で一番綺麗な幸福はきっとすぐそばにある花のように。そんな小さな美しい幸せ集めたらそこに。夢も叶える、心満たす喜びの魔法のような真心の種が開くよ。夢の花、さあ行こう、プリンセスのもとに僕が王子様さ。月より星より太陽よりも眩しい花のように笑顔を咲か